バーネミューンデバーネミューンデは、ドイツ北東部バルト海沿岸のメクレンブルクイコールフォアポンメルン州ロストック独立市にある保養地でバルノー川川口に位置する。1200年頃に成立した。バーネミューンデは、数世紀にわたり、漁業の村として中心的な役割を担い、地域の経済と文化的発展に重要だった。1323年、バーネミュンデは、 ロストック市によるバルト海への交通を守るために併合され、実地を失った。19世紀までバーネミュンでは重要な海の保養地として発展した。現在、バーネミュンでは、およそ8400人の住民を要する。海に面するホテルネプチューン漁業産業が長らく、バーネミュンでの経済を支えてきたが、徐々に第一次産業から第二次産業へとシフトしつつ、ある。2005年に、 新しい岩壁が建設された。増大しつつある、中東欧方面の海運を支えるとともに、地域への雇用拡大が見込まれる。バーネミューンでは、第一次世界大戦時 LFG の工場があった。第二次世界大戦時には、多数の航空機会社があった。この中には、ハインケルやアラドも含まれる。対戦中、戦略上重要な拠点として、それらの工場は、 数度にわたり激しい爆撃を受けた。多くの工場は戦後、転用された。アルターストロム運河海運の中心として発展してきた。海岸近くには最古の灯台がある。バーネミウンデ灯台は1897年に建築され、現役である。バーネミウンデの3キロメートル以上に及ぶ砂浜は、ドイツのバルト海沿岸で最長とされる。古い灯台とティーポット旧市街。 ありがとうございます。